こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は福岡県宗像市に来ています。今回紹介する山は、宗像市の、低山ハイクで、ハイカーの方にもね大変人気のある好み山という山、標高270メートルのね、山を紹介したいと思います。登山口は東西南北に、多数あるんですが、今回スタート地点に利用する登山口は好み公園という、公園があるんですが、こちらからですね、山頂を目指したいと思います。こちらの、公園ですね、車は、2、30台ぐらい止められる、駐車場がありまして、トイレもね、整備されています。ということで、今回、好み山ね、紹介していきたいと思います。では今日もどんな景色に出会えるのか楽しみです。ではレッツゴこのみ公園の前の、車道をですね、坂を登ること約3分ほどでこのみ山登山口に到着しました。こちらにね、概念図などのね案内板がありますので、ちょっとね解説したいと思います。はい、こちらにね概念図がありますね。現在地はこちらですね、赤いところ、こちらから、ずっとね、まあ尾根道のようなところね、なだらかなところを登っていく形になります。山頂からですね、今度、またね、西側の方にね少し降りた方に、仙峰山とかですね御立山という山がありますので、まあ時間が許せばね、そちらまでちょっと足を伸ばしたいなと思っています。こちらにも書いてますが、宗像家が、出城として、築いた、好み城が、その昔あったということでね、歴史のある山としても有名な山になっています。では後ほど。登山口、入るとですね、少し上がるとすぐにね好み神社という、神社のね案内が、右手の方に見えてきます。その左斜めのところにはですね、砂防堤がありますので、まあ、砂防堤の手前右の、階段ちょっと登ったところにね、好み神社こちら参拝して、またね少し戻って、砂防堤の左側をですね、登っていきたいと思います。では後ほど。
今回、訪れている、この見山のね、この見公園なんですが、大変ねアクセスがいい、場所になっています。まあ、車で来られるとね、駐車場止めればそれで済むんですが、福岡市内のですね、天神地区ですね、天神のところに、日本銀行、ありますので、そちらのね、バス停から都市高経由というねバスで、乗り継ぎなしで、大丸という、バス停がね宗像にあるんですが、こちらまで急行でね、一本でつなぐことができます。で、大丸のバス停からはですね、徒歩でそうですね、10分もあればね、この見公園の方に、取り付けますので、ね、大変、車ない方もね便利な、山ということになっています。では後ほど。熊野神社、跡をね、取り過ぎて永遠ね段差の高い階段が続いていますまあ低山ならではという感じですけど、途中にね、山頂まで、400メートルというね、案内板があるちょっと上のところにですね分岐点があります。左へ行くとですね、周遊道ということで御立山の方からね、山腹を、周遊してくるコース、の方に、ね、なっています。とりあえずはですね、山頂を目指したいと思いますので、こちらの右のね本堂の方を登っていきたいと思います。では後ほど。登山道沿いにはですね、たくさんの植物、ありまして、ちゃんとね案内板の方もねいろいろ名前なども、丁寧に書いてくださっています。この見山登山道、史跡整備ボランティア事業さんですね、ありがとうございます。階段の上にね結構しんどいので、結構ねこまめに、ベンチが設置してあります。ありがたいですね。このこの見山ですね、やはりね地元の方にね、愛されているのがよくわかりますね。登山道もねよく整備されていて、階段がね結構多いこともあって、要所要所にねずっと、ベンチも用意されています。ですれ違う方もね結構多くて、やっぱり健康増進でね、まあ、健康増進、健康促進で、結構登られている方も多いですね。下のね駐車場で声をかけて、もう下ってきたんですかって、言ったらですね、ああもう1回じゃ物足らんと、次またね2回目これから登るよと、おっしゃってましたね。いやいやいやまあ標高差もねそれほどないので、まあゆっくりゆっくり上がると、大腿四頭筋もね、鍛えることができて、大変いいんじゃないかなと思います。では後ほど。はい、山頂の200メートルほど手前ですね、分岐に案内板があります。左へ行くとですね、熊野神社
ね、書いてあります。もうねすぐ目の前に見えてるんですが、まあ、こちらね熊野神社経由で、頂上行くこともできるし、こちらですね道まっすぐ行っても、そのまま、山頂に行くということの道になっていますね。とりあえずね、神社お参りしていきたいと思います。では後ほど。山頂へはこの道をそのまま登っていくことになります。はい、この見公園駐車場を出発して約35分ほどで、この見山標高271メートルいただきました。こちらね、山頂へ向かう道最後はね、楽々コースでちょっと巻きつつね、女道のようなところを来るコースと、先ほどの熊野神社経由してくるコース、3本ほどねあります。こちらの山頂からはね、四つ塚連山の方が綺麗に見えています。ではパノラマをお楽しみください。
はい、山頂のところにある、展望広場で、軽食も取りましたので、これから、山頂の東、山頂の西側にあるね、千歩山、お立て山の方にね、足を伸ばしてみたいと思います。では後ほど。千歩山、お立て山方面はですね、ちょっと取り付きがね、分かりにくくなっています。まあ、それというのもね、山頂の周りに周回コース、女道とかね、いろいろある関係でね、ちょっと分かりにくい感じになってますね。山頂のですね、白い、この見山の山頂標識のすぐ裏手からね、短い、トロロープ2メートルちょっとぐらいですかね、下げてあるところ、まっすぐ下っていくと、周回コースの道出ます。で、この周回コースの道をちょっと左に行くとですね、また右に鋭角に、戻る道がありますので、そちらへ行くと、お立て山、千歩山の方に向かうルートになります。ロープを降りてね、すぐ右に行くと、山頂手前のね、周回コースの、道で、ロープを降りて左にずっと巻いていくと、手前のね、熊野神社の、巻き道経由で、またね、往路と同じ道に合流する感じになっていますね。ちょっとまあ山頂付近のね、分岐が分かりにくいんで、まあ、自分が、進む方向ですね、どういったコース取りしたいのかというので、選ばれるといいと思います。今回はね、お立て山、千歩山の方へ向かいますので、周回コースね、突っ切って、西側の方へね、下っていきたいと思います。では後ほど。木の根がね、密集したところの、山の斜面ね、そうですね、40メートルほどね、下ってくると、またね、周遊道の、分岐に、到着します。で、今回はですね、お立て山の方行きます。案内板がね、この辺りたくさんありまして、大丸楽楽コース、八並、吉原、金魚池というのがね、ありますんで、この金魚池の方に向けて下っていきたいと思います。では後ほど。
明るいね、林の中ね歩いてくると、金魚池というね案内板が出てきました。昔ねやはりあの山上の山城というのは、水がね、なかなか、得るのはね厳しいということで、まあ、あの貯水池としてもね、使われてたかと思いますね。一応案内板の方にはですね、この海、山城の余、水池で金魚がいたと言われているということでね、書いてありますね。金魚池今はもうね枯れてしまっていますね。では後ほど。はい、先ほどね、金魚池というね、大きな、案内標識ね、分岐のところにあったところからですね、まっすぐそのまま降りちゃいましたけど、実際ね、御館山の方へ行くのは、あれからね、左折しないといけなかったですね。この辺りはね、まあ、バイパスもね、たくさんあって、ちょっと分かりづらいところありますね。山っぷとかね、地形図、いろんなマップね、よく確認しつつ、自分がね行きたい方向の、道をね確認してから進まれた方がいいですね。私もねちょっと下りすぎて、バイパス道で、また元のね、御館山の方へ行くルートの方へ復帰しました。では後ほど。はい、またね山道少しね、進むと、次はね、右へ行くと千歩山というふうにね案内が、出てきました。こちらもね、いろんな分岐出ています、大丸、好み P とかですね、まあ自分が進む方向ねよく確認しましょう。では後ほど。この宮山山頂からですね、一旦下って、緩やかにね、少しアップダウン繰り返しながら、千歩山標高250メートルいただきました。
時間的にはですね、まあ、少しコースミスしてね、スケープしたのもありますが、まあ、約25分ぐらいでね、こちらまで着くことができました。こちらね、千歩山は、林の中にね、山頂がありますので、展望はありませんが、まあ、ちょっぴりね、寄り道するにはまあいい感じかなと思います。森の雰囲気はね、いいですね、自然林でね、はい。ということで、この後ね、また、往路同じ道を途中まで戻って、次はね、御立山経由で、周遊コース、そして、スタート地点の方にね、周遊コースで戻りたいと思います。では後ほど。はい、千歩山からですね、登り開始、ちょっぴりしんどかったですけど、御立山、標高は 241.8m、いただきました。こちらのね、御立山も先ほどの千歩山同様、林の中にあるのでね、ちょっと展望の方は聞きませんが、東側にですね、木々の間から、この三山の山頂のね、形のいいのが見えていますね。このね、木立、なければね、山頂がきれいにね、見えるスポットでもあるんですけどね、まあ致し方ないですね。ではね、この後またもう少し、登り返して、周遊コース、取り付きたいと思います。では後ほど。はい、この、御立山山頂からはですね、今度、周回コースですね。まあ、ここからね、もう少し登ったところにまた分岐があるんですが、このね、御立山からもね、直接、周回コースへね、バイパス道がありますので、そちらを使って大丸西登山口の方へ向かいたいと思います。では後ほど。はい、大丸西登山口へと向かう、周回コースの、ところにね、道に出てきました。こちらからはですね、御立山というふうにね、しっかり、案内板の方ありますが、山頂から下っていく途中にはね、御立山の、標識はね、ちょっとない感じなんで、まっすぐ登るんじゃなければこちらへ来るとしっかりした御立山のね、案内板があるといった形ですね。まあ、この辺も多くのね、枝道があるというのはもう里山ならではのね、ことかなと思いますんで、本当にね、里山、侮るべからずといった感じでね、よく、地図などね、見ながら、行動することをお勧めします。では後ほど。御立山からですね、ずっと下り道ね、足元注意しながら下ってきました。下のですね、果樹園のところの、まあ、農道ですかね、農道に出ました。案内標識があってですね、降りてきて、左へ行くと、この見公園のパーキング、案内の方が、ね、書いてあります。その下には、楽々コースですね、御立山へ向かう
御館山経由、山頂に向かう楽々コースということになってます。ではね、この後、大丸西登山口の方へ、向けて歩いていきたいと思います。では後ほど。はい、住宅地の、ちょうどね、行き止まりのところですね。大丸西登山口に到着しました。こちらにもね、この見公園パーキングへの、案内標識がありますので、そちらに沿って、住宅地の中ね、通ってスタートして戻りたいと思います。では後ほど。スタート地点のこの見公園へと戻ってまいりました。今回ですね、紹介しました、この見山、山頂からはね、本当にあの素晴らしいパナラマが広がっていました。宗像四ツ塚連山や、地の島、宗像大島ね、海まで見えるというね、素晴らしいロケーションでした。山頂付近はですね、やはりあの山城の、跡らしくね、堀切りとかね、馬寄せ場とかね、そういった、史跡などもね、点在しています。山頂直下はね、若干まあ分岐が多くてね、分かりづらいところもありますが、案内標識、土俵などね、見て自分の現在地をね、よく確認して行動されるといいと思います。ということで、今回の動画、いかがだったでしょうか。参考になったよ、良かったよと言っていただける方は、今後の励みになりますので高評価ボタンお願いします。そしてね、今日はね、2023年、2月20日ということで、まだね、もうしばらく、寒さがね、続くかと思いますが、冬ならではのね、低山ハイク、楽しんでいただけたらいいかなと思っています。ということで、この後も、素晴らしい自然の映像やね、山の映像をお伝えしたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。